はい、おはようございます。本日はじゃじゃん、さっきまでね晴れてたんですけど少し 薄曇りになってきましたか。で、昼から雨の予定ですが、はい、今日は藤原岳に登りたいと思いますね。ここから左前方にちょっと見えてるんですけど、藤原岳どうだろうな、3合目ぐらいから積雪があるように見えます。あるんじゃないかなと思います。ってことはもしかすると登山口にもあるかもしれないですね。はい、昼までには降りてきたいとは思ってますけど、降りてこれるかな。はい、雨が降る前に下山していきたいと思います。まあ、なんせね、今日から3連休なんですけど、ちょっとね用事がありまして登れるのが今日だけということになってますんで、急いでちゃちゃっと登っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、登山口を7時40分にスタートしています。見えるかな、ちょっとね雪が残ってますね。よいしょ。で、今日は天気が悪くなるんで、雨になるのか雪になるのか、まあ今の気温が氷点下って感じしないんで雨でしょうね。はい、降ってくるまで前には降りていきたいなと思ってます。よいしょ。ではゆっくりと登っていきたいと思いますね。登り始めの15分は無理してでもゆっくりと。形になってきました。まだ4合目ついてないんですけどね、ノーアイゼン滑るんですよね。ちょっと滑るから気をつけて歩いてますけど、そろそろ止めなきゃいけないかな。4合目、ちょっとねここで休憩とあとアイゼン装着したいと思います。はい、4合目でアイゼンつけました。めっちゃ歩きやすくなった。さっきまでねここツルツルやったんやけど、はい、これで進んでいきます。歩きやす。8合目到着。はあ、
8合目本当はね夏道向こうなんですけど、この時期は直通ルートで9合目目指してまっすぐ登っていきますね。こうやって印入ってるんでまあ間違わないでしょう。よいしょ。はい、9合目通過します。よいしょ。寒い。寒いよ。気温マイナス1度か。下までは落ちたくないから、いやー、面白い。